いや疲れました。今日も京都で育児。とりあえずさ、飯したのも昨日さ、マツコ会議でさ、ピザ特集やってて、もうピザもお腹なんだよね、ずっと。デリバリーましょう。お腹すいた。ピコイチチャンネル。ピザだけいつも頼んでんの。御三家あるじゃないですか。御三家。ピザハット、うん、ドミノピザ、うん、ピッツァ。違うよ。ピザーラよ。ピザーラ。ピザーラお届けですよ。ドミノピザにしましょう。翔平さんはマルゲリータよね。野菜が入ってなかったら何でもいい。野菜はね、栄養がないから。胃や腸の無駄遣いですから。私はね、食感を味わいたいタイプなんだよね。この間までさ、ゼクシーのさ、CM で、結婚しなくても幸せになれるこの世の中であなたと結婚したいんですっていうワードが、すごいみたいになったんですよ。それと同じで、食感がなくても楽しめるこの世界であなたを食べたいんですっていうのが野菜なのよ。ちょっと何言ってるかよくわかんないです。わかんないの？見て、水曜日限定 M ピザ3枚2590円、安くない？いや、安っ。それにしようよ。これにしようよ。じゃあ、魔法のクレジットを無職がね、ごちそうしますよ。やば、翔平さんのクレジットカードの情報が入ってた。怖い。時々利用履歴見といた方がいいですよ。最近なんかクレジットの請求10万円ぐらい多いなと思ったけど、犯人はお前か。手使ってないからやめてください。あ、受付完了。全てのピザは240度の高温で焼き上げて書いてあるじゃん、うん、昨日のさ、うん、マツコの知らない世界でさ、もっと温度高かったよね、うん、330度とかさ、550度とかなんかやってなかったっけ。待って、550度ってやばくない？私のイメージで550度はピザ入れた瞬間シュッ蒸発。シュエさん、ここに汁があるよ。ウィゾ、もうアラフォーやからな。いた！絶対他のもの見たじゃん、今。プチプチって言ったよ。でもさ、まさみちゃん、妊娠してた時だっけ？うん。妊娠前だっけ？妊娠前から妊娠中かな。白がすごかったんですよ。すごかった。びっくりした。なくなったよね。ねえ、なくなったよね。だから今、ストレスが多分ない状態なのかな。普通多分逆だけどね。産後の方がストレスすごそうじゃない？やっぱ。産後のストレスを減らすためには旦那さんを無職にするっていう。いいと思います。え、早すぎた件についてめっちゃできたて。でね、ピザといえばこれやろ。待って、早すぎ、しかも超できたてじゃん。これ絶対うまい。立ってる。立ってるとは何が立つの？ピザ。ピザって何が立つの？ピザ立ってる。立ってる。って何？何が立ってんの？うん、美味しい。どうですか、育児。まあやっぱ大変だよね。うん、育児。生まれた直後はさ、2、3時間おきの授乳で睡眠が取れなくて、うん、やっぱ抱っこしてないと泣くから、腱鞘炎とか、腰痛にもなり、うん、過酷でしたね、予想以上に。と仕事と育児どっちが大変そう？いや、それは一概には言えないでしょ。まあね、適性があるからさ、うん、仕事が得意な人と育児が得意な人がいるだろうし、うん、まあなんかどっちが大変ってことはないけど、うん、どっちも大変って感じですね、うん、なんか赤ちゃんに対するさ、責任というかさ、うん、プレッシャーない？ある。本当にちょっとしたことでもさ、うん、大惨事になっちゃうかもしれないわけじゃないですか、うん、初めての育児だからさ、うん、何が正しくて何が間違ってるとかさ、この症状は大丈夫なのとか、うん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 、分かんないじゃん、うんうん、余計神経質になるし気も使うし、心労がね、すごい。普通常だったらなんか病院とかでも、うん、同時期に産んだママさんとかと仲良くなれたりする機会あるらしいんだけど、うん、なんかコロナってこともあって一切会えなかったの。同じ時期に入院してる方と横のコミュニケーション全くない状態なんですよ、コロナだから。なんか少しね、周りに同じ話せる人とかがいたらこれって平気かなとか、その心配なこと共有できたりするけど、うん、今はなんかもうネットのみみたいな、うん、ね。
すいません、ひーちゃん起きちゃったんで連れてきました。体調結構悪かったでしょ、産後。ああ、悪かった。授乳するのがあんなに痛いと思ってなかった。乳首座れるくらいでしょって言ったらあれだけど、うん、だと思ってたのが、もうずっと座れてるとほんと痛くなるの。やけどしてるぐらい。炎を切開して縫ったりしてたから1ヶ月ぐらい炎座クッションがないと座れなかったし、うん、その影響で地にもなったしね。切れ痔は結構辛かったというか、現在進行形で辛い。3ヶ月も痛い。骨盤開いてるとかってなかった？言ってた。なんか、まあ、スタイルがそもそもね、ちょっとよろしくないし、ちょっと下の緩みがね、めてめて、ちょっとやめてください。スタイルいいやろ。本当になんかもう悪いの、すごい進撃の巨人みたいなの。無垢の巨人なの、なんか。この多分大変さを旦那さんが働いてたら多分分からなかったと思うんだけど。いや、俺絶対分かんなかった。俺普通にもし失業しないで働いてたら、うん、育児がこんなに大変だとは絶対思わなかった。そうだよね。多分世の中の旦那さん多いと思うんだよね。なんか奥さんがうまくやってくれてるって思うと思うんだけど、うん、こんだけ辛いんだっていうのを知ってもらえたのは良かったかな、すごい。そうだね、うん、ぶっちゃけ無理じゃない？もし一人だったら無理。お風呂さ、一、うん、人で入れるのきつくない？今、うん、僕がお風呂に入れて、うんうん、あざみちゃんが外でバスタオル持って待機して、うん、渡して、でその後俺自分の体洗って、そうそう、でその間にあざみちゃんはひーちゃんのローション塗ったり、そうそうそう、着替えさせたりしてっていう分担でやってるんですけど、うん、あれ一人でやんなきゃっていけないんだから、うん、自分の体洗えなくて、洗えないよね、洗えないよね。洗ってる間目離せないしさ。そうだよね。あと、あの完全に今寝かしつけが私よりも翔英さんの方が上手なんですよ。なんかひーちゃんさ、翔英さんに抱っこされたらふうみたいな感じで寝るんだよね。だから今も翔英さんが抱っこしてるし、まあ、要するに自分の時間がないよね。家事やる時間もないし、ひーちゃんマターだから寝てるちょっとの時間でうまくやるしかないけど、疲れてるから休みたい気持ちもあるし。そう、休みがないんだよね。なんかさ、仕事ってさ、土日休みとかあるじゃん。育児ってさ、24時間365日休みがないんですよ。そうなんですよ。せめてなんか週1ぐらいで一回育児から解放されたいみたいな時あるよね。ある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 。まあ育児は本当に大変ということで、あの世の中のパパママ一緒にこれからも頑張りましょう。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。じゃあ、かわいいね。バイバーイ。